たね。あの年明け昨日から放送をスタートいたしましたけれども、まあ、水木と2日間しかありませんので、おもろい家族対象取りやすいっていうことでね、はいはい、お寄せいただければっていうふうに思うんですけれども、はい、お寄せいただいても、まあ、今日のパート2に間に合うか、もう間に合わなかったら来週分ということになりますね。じゃあもう取りやすくないっていうことになるじゃないですか。そういうところはきちんきちんと皆さんご自身でちゃんと、まあ、目ざとくね、そうですね、チェックしておいてくださいよっていうことです、うんうん、はい、私が言いたいのは。わかりました。里へ人間じゃないと本当ぼやぼやしてたら人生損するよ。何の話やねん。どんな人生くんだよ。さあそれではね、まあ、ちょっとのんびりしたものから紹介していきましょうかね、はい、男性の方からいただきました。中地小浜ちゃん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。うちの妻、最近年のせいか言い間違いが多くなりました、うん、この前天気が良かったんでうちの近所の公園のベンチに座ってビール飲みながらラジオ聞いてたんです、うん、すると突然妻が、あ、カウボーイがいるって言ったんです。ここは西陣、しかも駅の近く、どこをどう見ても馬に乗って天柄をハットかぶったカウボーイなんて見当たりません。カウボーイおるわけなかろうが。ほらあそこ、あんたも小学校の時そうやったやん。ボーイスカウトだ。まあね。なんていうか、そのもう そうなっちゃったんでしょうね。そうなんでしょうね、イメージとね、はい、それからね、30代の男性の方、中地小浜ちゃん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。10年ほど前の日曜日の朝、まだ布団に入ってた私に対して母から、あんた駅まで送ってくれんと頼まれたので、眠たい目をこすりながら母を駅まで車で送っていきました、うん、運転しながら何気なく、どこに行くとって聞いたら、気まずそうにドイツ、母がドイツに旅行に行く予定があるというのは知っていたんですが、実は予定の3ヶ月前に軽い脳梗塞になって、心配性の私が今度の旅行は見合わせた方がいいんやないとっていうふうに言っていたんです、はい、以来反対されると思ったのか、私に一切ドイツの話をせずにことを進めていたようで。なるほど。ただドイツ旅行を目いっぱい楽しんだことが良かったのか、今も元気です。よかったよかった。いいね、この急にドイツって。びっくりしますよ、どこ行くと家族はもう本当びっくりするよ ね駅まで送ってくれないっていうことで、はいはいっていうことでね、送っていってたら、まあドイツ。